たくさんのね人が双葉軍から富岡町をはじめ双葉軍からいわきに移住避難して移住してますね。本当僕はうちのおくるが小名浜出身なんでね、いわきは第二の故郷なんですよ。だからうちのおくるも本当はいわきに住みたいと思ってますが、おくるに先週会った時に聞きました。なんでいわきの方に住まないんだ。そう、住みたいんだけどこの年、まあうちのおくら70いくつかな、牛年だからな、あれかな、76、7かな、私み70過ぎてね、新しい友達作るの難しいんだよ。だから今は兄弟のいるところ、俺の姉ちゃん3人がいる茨城に一緒にいます。本当は友達作りに、また新たに友達作りに、親戚もいるけど兄弟もいるけど兄弟よりも友達作りてんだなっていう母ちゃんが言って思ってて、年を取ってもそういうつながりとか、あれだけ母ちゃんは友達たくさんいたと思ったんだけど、まだ作りてんだなと、そう思いました。友達って大事なんだな、そう思いました。もちろん家族も大事ですけども、だからでもいずれ親父おっくろお世話になる時がこの地であるかもしれません。僕もそうです。みんなが双葉の中でね、でね、今日福島富岡の団長、消防署のことを話したら、みんな金もらっていいなってとしみさん言われるんですよ。双葉軍の人たちに、別にね、好きで金もらってんじゃね。この前も親父と保証金の話を二人でしました。話して10分ぐらい過ぎた後、親父ちょっと待ってくれと、俺らなんで今こんな会話してんだと、なんでこんな会話になっちゃったんだと、好きでして、好きで補助金もらってるわけでもねえし、好きでそんな会話をしてるわけではないです。だから俺はやっぱり一日たりとも自分が育った夜の森を忘れないし、富岡町を忘れないし、本当そういった気持ちで、大切だからこそ前向きに行きたいと思います。今日ドラムに叩いてくる、三ツ星くんっていうのは和歌山県出身です。先週和歌山行ってきました。そしたら僕の恩師、富岡町少年剣道団の創設者佐藤勉先生という先生が和歌山に避難して、僕が電話して会いたいと言ったら会ってくれて、ライブも見てくれました。としみ、下向いてたら青空は見えねえぞ、その一言も重く感じました。勉先生も叩き入れは三つ星が和歌山県出身だから、その勉先生にも会えました。すごいつながりだと僕は思ってます。だからこれからも上を向いていきたいと思います。今日はいろんな人が協力してくれて、このイルミネーションが達成できていると思ってます。引き続き来年も再来年も
この気持ちがこのいわき、富岡、福島、その気持ちがなくならない限りこの点灯式があると思います。その度に僕は戻ってくると思います。その時はまた会いましょう。今日はどうもありがとうございました。今日だけ蝶々になります。渡辺俊美です。よろしくお願いします。